もう逃げられないわよ、この蜘蛛妖怪。観念しなさい。くそ、ふざけろな。今まで罪のない人々を毒牙にかけてきた罪、許せないわ。うるさい、これでもくらえ。君丸、お願い。わかった。はっ、サキシ、そっちだ。おう、この蜘蛛野郎、これでもくらえな。キジメ、オッケー、私の無知からは逃げられないんだから。それはっ、いや、くそ、こんな奴らにやられるか。危ない、キミマル。あ、キミマル大丈夫？大丈夫、かすっただけだよ。お犬ちゃん、任せてください。今回復魔法を。この隙に、あいつ逃げる気だ。ポポ、任せて。はあ、やった、ポポ、やりましたわ。この桃姫様にかかれば、蜘蛛妖怪だろうがミイラ男だろうが一からよ。町の奴らが言ってたほど大したことはなかったな。これで褒美がもらえるんだから楽なもんだぜ。さ、早いとこ町に戻りましょう。とりあえずお腹も減ったし。うん、行こう。いやー、あの妖怪にはほとほと私たちも苦しめられておりまして、退治していただいて本当にありがとうございます。ささやかではありますが、お食事を用意いたしました。皆さん、どうぞお召し上がりください。さあさ、遠慮なさらずに。ねえ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 、本当にささやかよね。かゆい、一杯しかないぞ。いくらなんでもこれだけじゃないでしょ。二人とも失礼だよ。そうですわ、せっかく町長さんが用意してくれたんですから。体は正直みたいね。恥ずかしいです。すみません、これがこの町でできる精一杯のお礼なんです。うそ。おいおい、俺たちがどれだけ苦労したと思ってんだよ。あ、さっき大したことないって言ってたじゃないか。え、そうだっけか。実は今年に入ってから日照り続きで、田畑からは何も取れず、そこに妖怪まで現れてしまい、その日の食料にもことかくありさまで。妖怪はさっき退治したけど、ねえ。いや、すべては神様のせいなんです。神様？はい、この裏の山奥にある湖には水神様という神様がおりまして、その神様が水を操り、この町を守ってくださっているのです。今年は50年ぶりに新しい水神様を決める年なのですが、未だに決まらず、このようなことに。なんかうさんくせえな。へえ、水神様か。ねえねえ、その湖に行ってみようよ。本当にこんなとこに神様なんているのか。でもあの町長さん、嘘をついてるようには見えなかったよ。水神様が本当にいるんだったら会ってみたいな。いねえんじゃねえか。まあまあ、とにかく行ってみようよ。湖に神様がいるっていうのは本当だと思うよ。まあ神様っつっても、長いことそこに住んでる生き物とか、その場所を守っている精霊とかなんだけどね。ああ、そういう話なら聞いたことがあるよ。昔はそういう神様がたくさんいたのよ。人間の住む場所が広がってからは少なくなっちゃったらしいけど。ねえ、君丸。水神様なら私の出生の秘密を知ってるかもしれないね。あ、そうだね。会えたら聞いてみよう。何？君丸、何かいる。君丸様、怖いです。私も怖い。二人とも動けないよ。ちょっと何やってるの。静かにしろ、近づいてきたぞ。いやー、助けて。胸がくずれ、デレデレしちゃって。君丸、ちょっと見てきてよ。だっ、あっ、
丈夫？あ、ママ、いきなり押すなよ。あ、すいません、大丈夫ですか？気絶してるみたいですね。うほほ、いい女じゃねえか。何言ってんのよ、どう見たって男じゃない。かわいい、私の好み。どう見たって女だろうが。なんならかけてもいいわ。うーし、じゃあ肉まん10個な。いいわよ。どうした、何かあったのか。聖樹、あら、今度はかっこいいお兄さん。聖樹、どうした。お前たち、聖樹に何をした。あ、あ、すいません、ちょっとぶつかっちゃって。気を失ってるだけですから、大したことは。まさか、追ってか。え、追って、私たちは旅の者ですわ。旅の者？それがなんでこんな山奥に。え、私たちはただ湖へ行こうと。湖に何の用だ。あ、水神様がいるって言うから会ってみたいなって思って。水神、そんなものはいない。いたぞ、見つけたぞ、こっちだ。しまった、見つかったか。聖樹、起きるんだ。なんかこの二人、分けありみたいね。追っ手の人数から言っても、ただことじゃねえな。聖樹！くそ！何か大変なことになってますね。とにかく、この場をどうにかしないと。人暴れするか？でも結構いるわよ。どうしよう、気になる。こうなったのも僕らのせいだし、ここは二人を連れて一緒に逃げた方が。いや、それとも、二人のために追手を追い払った方がいいのかな。ねえ、君丸、どうするの君丸。